アキームデントは、ジョージア州アトランタ出身のアメリカンフットボール選手、コーチ。現在 NFL のヒューストンテキサンズでコーチを担当している。現役時代のポジションはラインバッカー。ダグラス高校の最終学年には140、タックル以上を挙げた。ジョージア大学に、進学、2006年を、レッドシャツで過ごした後、1年時の2007年には、 先発5試合を含む13試合に出場し36タックルを上げた。2年時の2008年には10試合の先発を含む13試合に出場し46タックルを上げた。ランキング8位のアラバマ大学戦では10タックルを上げた。3年時の2009年には先発4試合を含む8試合に出場32タックルを上げた。ランキング7位のジョージア工科大学戦では 自己ベストの11タックルを挙げた。4年時の2010年には全13試合に先発し、自己ベストの126タックル2.5サックを挙げた。AP 通信により、アトランティックコーストカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。また、東西オールスターゲームにも出場した。アトランタファルコンズ時代2011年の NFL ドラフト3順でアトランタファルコンズに指名され、 7月下旬に4年契約を結んだ。この年は主にスペシャルチームで起用され19タックルを挙げた。シーズン終了後、プロフットボールウィークリーから同年のオールルーキーチームに選ばれた。2012年、カーティスロフトンがファルコンズを退団したため、ローファータトゥプとミドルラインバッカーのポジションを争った。同年8月9日のボルチモア・レイブンズとの プレシーズンゲーム第一周の試合で頭部を負傷した。この年、全16試合に出場14試合でミドルラインバッカーとして先発出場し76タックル1ファンブルフォースの活躍を見せた。この年彼がシグナルコーラーを務めたファルコンズのディフェンスは NFL5 位の平均18.7失点で16試合中9試合で相手を20点以内に抑えた。 2013年の第4週ニューイングランドペイトリオッツ戦で相手アールビール・ギャレット・ブラントにタックルしに行った際に右足首を痛めた2014年6月18日に TJ エイツとのトレードでヒューストンテキサンズに移籍した2015年3月24日に2年契約を結んだ2017年8月にジャクソンビル・ジャガーズと契約するも開幕前に リリースされた。2019年2月5日にテキサンズのディフェンシブアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。